始まります。バルログ東キャラ鹿尾山2ステージ異常なほど速い先制してるな。アッコさあ投げ飛び込みから投げピオル、はい、さあここ見せるチューチューチュー、さあ最後バルセロナ、まずマオが1本、はい、さあバルセロナを避けて、さあ空中選手のマオ中目からバルセロナイズナに投げる、さあバク転を投げて飛び込みから投げる、まずマオが1勝。はい、2戦目、さあ開幕バルセロナ空中で取っているのは魔王、バク転に対して通常投げ、マイクロ逃げる、立ち台キックで落とす、さあ氷丸には氷丸、さあここ当たってバク転逃げる、ジャンプシュート、さあ氷丸でバルセロナをイズナで投げる、これは自分の壁に飛ぶと近いところだとちょっとなかなか時間的に動かないんですね。その間に反対側から飛んできたバルログに対して軌道で追いつかれて投げられるという、さあ下でくぐって通常投げ、マオ2連勝。第3戦目開幕ハイクロー、テラをイズナで投げる、バルセロナバルセロナバルセロナ、飛び込みから小足投げ、1ステージだからとにかく速い、投げる、チューチュー、最強バルセロナ、さあここで当たって3体止め大事、今日丸今日丸投げる、いざ最後は投げ返しの違い、中足からのボーリング、魔王3連勝。第4戦目開幕、お互いが壁に飛ぶ、もはや昆虫大戦争、もはやこれは人ではありません、そんな道は飛べません。さあ飛ぶ、ボーリング削ってハイクロー、これは当たらない、もう一回ハイクロー、さあバルセロナに対してハイクロー、タッチダイクで返す、投げ少々投げる、歩き投げるところはしゃがみチューズで、なんとか前が取る、タイムフテラハイクロー、これは当たらない、チューチュー、さあまだ飛んでバルセロナバルセロナ、助かる、バルセロナに対してはハイクロー。第5戦目さあ今日まず1回投げるナッコ、さあこれをテラーで返すまおう、チューチューチュー、バルセロナ対策キック、チューチュービヨッタ、さあスパコンで死んでいない、ドーリングで最後削る、アクロワーズ1本取る、さあ開幕を取るバルセロナ、ハイクローにしゃがみないぜ、いつまで投げてバルセロナ、さあバク転にはチューチュー、ハイクロー遅めのバルセロナ、マオリッチ、さあ飛び込みが決まってテラは当たらない、さあ壁のところをジャンプダイバッチ、中着ビヨってさあ回復してシュークで返す、投げ返してバルセロナ当たらない、空中投げ 5-0 で勝ったのはワオー。